最後1人まで勝ち上がると、最終優勝決定戦に、1回負けても大丈夫という形で敗者復活から上がってきた人は1回負けた上で勝ち上がってきていますが、誰も、1回も負けてないその1人が、2ラウンド戦数を、2回やれる権利があるという形ですね。さあダブルエリミネーションとなっておりますのでよろしくお願いします。さあまずはですね、本日参加人数20名となっておりますので、0回戦から順番にやっております。0回戦、まあ、20人トーナメントを16人トーナメントにする0回戦から先にやっております。さあというわけで、さあ久々ですね、メドブラー大会、そして本日は初中級者大会がございます。さあ本日初中級者大会最初の試合はフィガーホールさんのアシャー、そしてフィガーミヤチさんの適正、あとは、こちら、略称ですね、略称ぶかわし当店がランバトをやってた時に使ってた、略称を使っておりますが、もし分かんない方がいらっしゃいましたらですね、改めて聞いていただければなと思います。さあアキハはまあ AK ですけど、関瀬はアキハバーミリオンの V で、アキハバーミリオンで AV です。で、アキハ制服で AS が制服アキハですね、という形になっております。まあ、あとわからなさそうなのが、まあ、V シオンはわかるかな、アルク、ナナヤ、リーズみたいな感じでね。さあ、なんて言ってる間にまずスーピーが向上さんのアキャが第1ラウンドを取っていく。この状況続いて第2ラウンド、さあ相手、さあここ通していく。さあ勝ったな北条さんのアキハ。それでは、次の試合、中原さんと LS さんの試合をしたいと。さあというわけで0回戦の2試合目は B 側がアフロディーテさんのセーフアキハ、そして B 側アイキさんのアズク。さあ攻め込んでいくのは 2B 側アイキさんのアズケイド。さあここで差し返していくアフロディーテさんだが、さあターンが変わって画面上ここは衣装入れ替えて一回距離を離して立ち回り、裏表が迫っていく。さあホリが空対空カウンター構えて、これは一回距離が離れる。さあ体力リードはハイジさんアルケード。さあここでワンコン残り1割、さあ体力削りながらといったところ、さあ攻め込む攻め込むアイリスさんに対してアフロディーテさんが立ち返して近づいていく。これがまずだが裏から、さあまずはアイリスさんのアーケード、続いて第2ラウンド。さあ開幕ワンコン体力ボブ裏に行ったところ、さあ仕込んでいくアフロディーテさん、セーフアーキャー、さらにかみ合って刻んで、さあこれで一気に体力残り3文字、さらにオフ攻めを投げる、ここは勝負裏からだがこれはガード、さらに投げるこれはガード、さあ追いかけるアフロディーテさんがそのまま決め切って、これで1位。さあ最終第3ラウンド、さあ差し込んでいったのはスーピー側アイリスさんアルケード。さあ画面足、さあここはしのいでなんとか裏にシールドはこれはつかる。さあ一回距離が離れて固める学生、さあ空対空カウンターきっちりつないで
アイシー山川カードさあラインを上げる、アイシさんに対して、あの DJ さんもどっかで差し返していきたいところ、いらんさあ差し込んでいく、あの DJ さんスペーカーキャー、さあ画面足これは逃げる、さあこの空中の差し合い、強い人強い人、さあ画面押し差し込んでいく、これで体力5分状況、しかし以上使って捕まえる、爆戦固める、最後はジェダン勝ったな、アイギスさんのアーケード。さあそれでは、ワン B 側 LS 翡翠と 2B 側中原フルリーズ、中距離牽制 JC 当たってからのつながらず、翡翠が固めていく、 J2C がカウンターヒット、ジャンプダメージコーンが外れて投げ読みに暴れる、ファイルで締めてゲージを貯めていく、ジャンプ C がカウンターヒット、エリアルは投げて中距離勝負、物投げが当たるがパーキスパーク、中段は開放で避ける、リビー対空から拾っていく、体力は永原優勢、アークドライブをガードしてからの投げ読みの暴れ、リビー対空が耐えている、お任せなんで中段、まず一本選手中原リーズ、ゲージ状況は翡翠が 53% リーズが 144%、 この投げ見てから耐える、置き攻めは表、コンボが補正切れたものの勢いで攻め継続していく、投げで攻めての受け身狩り、ここリーで弁当置き攻めが始まる、暴れて距離を離すゲージを貯めていく、ジャンペイを引っ掛けてからの叩きつけ、受け身狩りで勝手弾を取って EX 弁当投げ抜け、空投げと取って取り返したのが LS、 ラウンド3ファイト、この投げがカウンターヒットする、それを拾ってダメージは3600、中段リーズの体力半分を切って物投げ置き攻め、開放読んで避けた、毒の効果で体力は削れていく、 8B 差し込みからのアークドライブ、開放読んで重たいコンボが入る、リバタリアークドライブをガードさせてからの暴れつぶしがつながらない最後のコンボはつながっていたかのものの、勝ったのは LS 翡翠、スタイルは両方ともクレセントを選択、ダウンドワンファイト、開幕ダッシュ下が A からアルクが前方を取る、コンボをしっかり完走して置き攻めは裏、リバサで逃げて持ち暴れからの距離策、それをスタッチャー B でかきっていく、クマーさんが勢いを取るところをバレットで切り返し、おっと空中投げはミスからのタッチでフォロー、中央に受け身を選択して中段が通る、もうここミスってグダグダの中の EX 波動で割り込み、まず一本先取したのはクマーさんのアルフェード、
き攻めを居場所を読んでのガード、投げてからのダッシュ越しからイエスリーズ、氷を投げて氷坂を表竹を使って裏に回す、突イバサニエで小攻めを拒否して、トニックコンもちゃんとできて高さけど解放取った、ゲージマックス状況からのイエクスリーズ、タメゴビーからのイエクスリーズ、勝利が始まる、しっかりガードして、ゲージを回収しようとアルフが突っ込んだ、からここでバレットで返して取り返したのが団長白蓮、ゲージ両国状況は両方とも高い状態、ラスニエを読んでの氷が刺さる、張りすぎたシールドだ、こっち対空でここにやってもらうと再びぶっ込んだアルクのダッシュが美味しくダメージを取っていく、4000超えてコンボミスのフォローの射程がカウントヒット、美味しい勝利は裏、しっかりガードしている、中段リバーサーのバレット繋げてリバーサーで爪を出せ、勝ったのはクマーさんのアルクエド、次の試合は 1P 側 M フル7ヤと北条ハーフアケハ、開幕空中読みのスキアをガードして悪いね、水月からの悪いね、バンカーで切り返して置き攻めの裏タックをガード、投げてターンを取っていく、お手切り失敗、まだです、いい気にならない、いい気にならない、カウンターの決定打がない、空中戦が続いていく、悪いね、空中ガードからの止められない、まだです、いい気にならない、じわじわと秋葉の HP が削れていく、中段に対して4人で勝ち込んだ、置き攻めが始まって、そこを勝利で拒否る、ダブル勝利は失敗するも、最後まで我慢したものの西井が刺さって、まず一本選手は M7 や、ファーストアタックは M7 やの悪いね、ガードキャン、ガーキャンで切り返してからの4手張り込み、高度が高いのを確認してフォロー、下段落をガードして投げつかったら投げ、今田昇龍ダブル昇龍ができてたけど投げれない、刺さってコンボが完走、そろそろ行く、ボリーカマを置いてからの前で逃げる、悪い裏回って繋がってなかったもののダメージアップして、形状回してからの IH 体力を回復したもののカウンターヒット、じわじわと固めていく、悪いねで逃げた、昇龍が使って空中投げ、しっかりつないでゲージをなくしたものの取り返したのは北条明、ジャンプでカウンターヒットからダブル昇龍を使う、安定を狙っていくリバタ昇龍、ラスト昇龍からの本末ながらものを攻め継続、中高がけた当たるもの相手空中が当たり、エリアルを取っていく、
ダウン追いつから見事に裏回りをバックスで回避からの4追割り込み。待て待て、カウンターヒット、エージマックスからの大きい攻めが、もう逃がせ、大丈夫、慌てない慌てない、勝負はまだ決まっていない。大きい攻め、フラアタックからの下段、ダブル勝利は失敗、このまま押し込んでいく、空投げ、空中ゲミ復帰からの空投げで取り返した、勝ったのは北条明。プレッシャー。いい舞台になる。立ち回りはマラキアが有利となりますが、プレッシャーがどうやってくぐっていくか。2連覇からファーストタッチを触ったのはプレッシャー。コンボミスからのフォロー。解放です。取り直す。中距離合戦が始まる。4人がカウンターヒット。中段投げの受け身狩りを削ってくる。ジャンピーがカウンターヒット、立ち身に拾って重たく投げる。ジャンプから横カットで旋回重視、立ち身に入れば確認、立ち下段、ささか締めてダメージを使っていくが、まだしない、投げ抜けしたまでは良かったものの、ワラキアの方が早かった。一本選手はまだワラキア、ジャンピーカウンターヒット、低空カットコンからファンブルにつないで運び込む、じわじわとプレッシャーをかけて削っていく。ウィシオンも我慢強くガードしていく。ジェシーカウンターヒットから解放を呼んだ。フィールドも漏れて、それでは無理だ。コンボはカードをつけなかったものの、体力リードはウィシオン、中段をくっついガード、引っ掛けたのを丁寧に拾っていく。構えて投げながら受け身狩りもできて、ブリジョンが取り返す。ラウンド3ファイト、影ですか、影ですか、ビビスカからをコパンで刺して DX 縦カットで置き攻めが始まる。リバタジャンプで避ける、バチゲダンに対してバディコパン、中央側に投げしてからのJT が一気にバトってしまう、ここからの安定解放、裏回りに C からアークドライブで引き攻めを置いて投げ落ちたグラップ、通しヘビーガーに拾って、勝負はまだわからない、ここでまた解放が通る、強気の投げで勝ったのはマドハラキア、ヤガクレセントスタイルになっておりません。そのラウンド開幕投入、カウンターヒット拾えないものの優勢状況は変わらない、距離を置いて発電所で弾幕を張る、ジェシーカウンターヒット、ロッシーからの暴れ潰しの2位が刺さる、おすすめ中段竹タッチくらい、ファイルからのおすすめは四隅、バックダッシュジャンピーが刺さる、勢いで1本取ったのはエフロカリーズ、ラウンド2ファイト、
対空中の一点から地上で捕まり、空中カウンターヒット。まずファーストアタックを取ったのは横浜の続かない七谷の固めが始まる。これを飛んで切り返してファイル、入れっぱしっかり確認。また昇竜で切り返して水月で柔軟に見せかけた下段、暴れつぶしからの入れっぱ狩り、連射し連射がニーズが切り返してアークドライブ。そろそろ行くか、ハイフォーを読んだジャンプからの下段、勝ったのは福岡リーズ。ベースさんのクレセントヒスイ。そうです、ラウンド1ファイト。おやめください。アルケードがパスパスからコパンで刻んでいき、カウンター取ったのはエレスティのジャンシー。エリアルを手堅く決めていく、蹴りは取らない、ドロップ解放。 ADC で避けたものの着地攻撃で刺される。グー投げ攻めからのトニック中段はガード。アルケードが画面端に追い溜め 5B で暴れ潰し、テクトニカミスったものの初期が噛み合わない。テクエクトニックで引き離して料理卓裏卓、これは見えにくい。一本選手したのはユーナギクレセンタルケード。道路が漏れたところにコパン、ソニックが漏れたのか解放読みか、牽制が強い。 ADC をピンドールで突っ込んだ。テクソニックコンボ反応して波動判断、前に歩いて裏に回ったもののコパンはアルケードの方が速かった。そこで勝利を漏れ、イエス勝利漏れ、赤は分かれず。この体力差をどう詰めていくか。アルフェードジャンシーが刺さって勝ったのはユーナギアルフェード。イギスハーフアルフェード、今回アイエスさんはハーフアルフェードでの参加となりません。ファーストタッチはヒロキ関中、細かいダメージを取ってくるもの、空投げで締めてターンを取る。リバタコパンで暴れてターンを終わらせた。空中突きが当たってそこから空で燃やしてからの空投げ、4400重たい。空中突きで暴れを潰してここは繋がらなかったものの、虫の息空対空で色気セクシーが1本取っていく。勝利中牛かぶっていってコンボは繋がらなかったものの、手堅いダメージを取った。タッチで拾って置き攻め、ハーフの強制解放で取り返せた。ゆっくりゆっくり固めていく。ヒロキテクトが逃げてからの裏下段、エリアルからの致命で勝ったのはヒロキテクト。さあ、スタイルはフルとクレセント。逃げるのダウンのバン赤いキツネと緑の棚、ファーストタッチはキツネレン、鏡には当たらない。相打ち状況からの鏡が途中で当たってしまう。ラキ7が発展症で削っていく。キツネレンが非常に固めていく。ラキ7は距離を置いて逃げる。戦争の高速に DNC が刺さって、ダウンの1
まず一本選手はキツネレーン。ビビーから空中投げ、拾い直すとは繋がってないものの相手も決め取れない。鏡を使った片面からバックスパグで裏毛弾はガード。ジャンペイ完全ヒット。ラウンド1いろいろあった。水月フライ回ったのも見通しのジャンプだった。空中投げですからの上り中段はガード。鏡を置いてからの投げ、勝ったのはキツネレン。もう逃がしません。ダウンの1ファイブ。お互い触りたくなかったものの、ちょっと怪しい展開から最初に持ってきたのはハーフタイム。投げからの攻めはタッチ、ゆっくり刻んでいく。剣が一回当たってそこずつリソースが削られていく。森田君はガード、中段もガードした。硬い、MK7 やもうちょこちょこ触るもののカウンターキットとはならない。福投げ見つからのカウンターキット、X8 戦勝で5つ攻め、岩田で対空、中段からのセブンス。ここは繋がるのと岩田昇竜受け身がありよって、フォローしてまず1本取ったのは JFK7 や。指を差し込んで前のテレビを繋がったもののダメージを受け取っていく。7屋の固めが始まる。バキャンミスからの打ち投げ、大きい攻めはビハイロー、真剣投げが刺さった。おいしい、アポエラで固めて、まとってもらってないように細やかに逃げていく。エドジェリーが差し入れ、ひと確認、じわじわと七谷の固めが集まって投げて入れ歯で回避。今度は捕まえられなかった。解放が当たらない。ここに差し込んで勝ったのは JFK7 や。嬉しいね。ラウンド1ファイト。ファーストヒットはクマアルケード。キックポンポン綺麗にコブミスのフォロー、一気にダイロが入っていく。ウルトニック引き剥がし中段パックライ、コンボはコンボは落とすものの流れを落とさない。そのまま一気に押し込んだクマアルケード。ダウンの2ファイト。バサから仕掛けに当たらないものの相手のゲージを奪うことに成功。裏回りから受け身かきは失敗、しっかり取り返した。無敵技も続かなく切り返して黒のターン終わらない。ここでバンカーで切り返した。マガチのソニックからの勝ったのはク
それでは、コップ巨源の夜をダウンのワンファイト。さあ、エクメの方がウィナーズブロック。これが準々決勝ですね。準々決勝4試合あるうちの第1試合。さて、ワンピーガーが窓さんのワラキア、そしてツーピーガー、ホルさんのワラキア。さあ、影響体の方では左側2つのウィナーズブロックを順次進めていきます。残すところ7試合。さあ、その裏で B 兄弟の方ではルーザーズ進めていきます。まずは、ここの8人のところですね。1回勝つと右側に移動するような形になりますので、よろしくお願いします。ですので、上側4人で1人を決めるとかそういうわけではないので、よろしくお願いします。まあ、上下というか、まあ、2人のうち1人を決めるような形のが4つあるという形になりますので、よろしくお願いします。さあ、一気にマドさんわらつき、わらきやが、さあ大ちゃんと。さあそして、さあ B 兄弟は勝ったのはワンピガワメガネさんの勝利。それは B 兄弟中原さんとドレミーさん、中原さんとドレミーさんの試合をやります。さあ体力ドット最後は投げる。勝ったな、マドさんわらつき。わらきや、なんかもうごちゃごちゃな。いくよ、ダウンのワンファイト。はい、いつでも大丈夫ですよ。どうぞ。無料です。あ、名前書いてもらったら大丈夫です。さあ、無差別大会のエントリーも裏で受け付けやっておりますよ。名前書いてもらったら大丈夫ですのでね。さて、準決勝、あ、ごめんなさい。はい、大会行くのもやつ。さあ、というわけで、準々決勝第2試合。さあ、ゆうなぎさん、アルケイドと、エフォーカさん、リーフ。さあこれ2人追いついて固めやすい固める。さあエホカさんリーズだが、さあ徐々に細かくダメージを刻んでいく。戻り際だがここ解放トス入れたいく。さあ通常ヒット。さあ細かくダメージを刻んでいく。体力は極上強の保有カウント30ラウンドカウント弱。さあ画面足これを通して、さあ勝ったのは 2P 側というわけで中原さんのリーズ。それでは、B 兄弟アフロディーテさんとザキさんの試合をやりたいと思います。アフロディーテさんとザキさんの試合をやりたいと思います。はいはい。あ、ちょうど逆側にいらっしゃいますので、すいません、こちらにお越しください。はい、じゃあワンピースーピーを。さあこれで取り返して ETT。 さあ第3ラウンド開幕、ワンコン入れていく A4 がトンリーズ。さらに置き攻め、もうワンコン。さらに空中出すからのタイミングが中断。最近体力残り3割、固める、解放通せ。昇竜がきっちりワンコイン入れて返す。裏から相手、さあこれが飛びが通って、置き攻め、膝
掴んでいく。ラインを上げる。さあなんとかこの固め抜けていきたいところ。さあなんとかターンが変わる。お互いカウンターを食い抱く。さあここで体力一気に少ない状況。これはスカル怖いところ、怖いところ。さあ空大空どうせいった。勝ったのは F 岡さんのリーズ。さあ A 兄弟は準々決勝の第3試合。ハッピー側がキツネさんのレーン、そして 2P 側ヒロキさんの関西明葉。投げから画面足方向、さあ置き攻め中段で崩す。さあ一気に体力残り1枚のところ、さあヒロキさんも差し返して、さあ爆声一回距離が離れて再び立ち回り、さあラインを上げて画面足を押し込んでいくと、堀が中段から。さあ勝ったのは七谷というわけで、ザキさんの七谷の勝利。それでは、B 兄弟団長さんとハーフタイムさんの試合をやりたいと思います。あちょうど逆側にいらっしゃいますね。ではこちらお越しください。 1P2P を決めてください。さあ体力的には若干ヒロキさんの敵手がリードしている状況。しかしさあこれが通って一気に体力残り1割。大きい攻め中段ガード。さあこれはカウンターきっちり繋いで勝ったのはウォンピーガー。キツネさんのレーン。さあというわけで準々決勝第4試合、これで勝つとウィナーズトーナメントのベスト4。さあワッピー側クマさんアルケード、サーセップティー側ジェフケイさんダナヤ。あ本日ダナヤアルケードがまあ割と多いかなという感じの途中した大会となっております。まあでもそこまで偏っているわけではなくちょっと多いかなぐらいです。割と全体的にばらつきがある感じですね。さあなんて言ってる間に 1P がまずは熊田さんのアルケードが。さあそして勝ったのはシドレンというわけで団長さんの勝利。すいませんすいません。さてそれではですね、ここやっていこうと思います。 B 兄弟 M さんと中原さんの試合をやります。 M さんと中原さんの試合をやります。まあ第1ラウンド取っていってるクマさんが第2ラウンドを一気に決めていく。勝ったなクマさんアルケード。それでは、ウィナー抽選をしたんですが、中原さんが勝つとか3回勝っても7やしかいない。まあでも抽選だしね仕方ないね。全然狙ってないんでね、逆に7夜対策なんとかなっていれば割と一気に駆け上がる。さあなんて言ってられるウィーダンスブロック準決勝となっております。 1P 側ガードさんのワラティア、そして 2P 側 F 岡さんのリーブ。さあ体力少ない状況のマドさんだが、さあ一気に
コンボを返せ。さあ体力細かく追いついていくが、さあここ裏から小足刻み。さあ B 兄弟勝ったのはリーズというわけで中原さんの勝利。それでは B 兄弟 LS さんとメガネさんの試合をやりたいと思います。ワンピース MP を決めてください。さあ A 兄弟準決勝第1試合これで1-1。さてナイス第3ラウンド。さあお互い慎重な立ち回り。さあカウンターから必死でつないでいく。さあ画面足を押し込んで空対カウンターから、さあ一回距離を離せ、あっとから、さあ裏めくって揺さぶっていく。さあ裏、さあ誘っていく。攻め込むのはマドさんのワラケア、残らず勝ったのはマドさんのワラケア決勝進出。さあ準決勝第2試合、ワンティーガーキツネさんのレーン、そしてツーティーガーはクマさんのアルケード。さて B 兄弟決まってますね、ありがとうございます。勝ったのはメガネさんの V ション。それでは B 兄弟アイギスさんと団長さんでやります。アイギスさんと団長さんちょうど逆側にいらっしゃいます。じゃあワンピースピアを決めてください。さあ準決勝の第2試合、まずはキツネさんのレンが第1ラウンド取ってから、さあ第2ラウンドこれで体力まくっていく。さらに画面足裏から拾って、さあ一気に体力4割、空投げ体育、さあ一気に体力残り1割まで持っていく、固める。さあ体育揺さぶっていくが、ダウンを奪ってから長くなっているぞ。これは残らず勝ったなキツネさんのレーン。さあ優位になります。ここで勝つとかなり優位になりますのでよろしくお願いします。精神的にすごい優勝を狙うには全然違います。1回負けても大丈夫っていう意味合いで同じ相手と連戦するのはだいぶでかいです。逆に言うと敗者復活から上がってくると必死に勝ち上がらないといけないので、ちょっとしたミスで精神的に揺さぶられるとかなり厳しい状況になります。さあウィーナーズ決勝戦、さあ本日の途中級者大会、まずは無敗で勝ち上がったこの2人、ワンピーガーマドさんのワンペア、そしてツーピーガーキズネさんのレーン。さあ当店がメルブラウンアバターやってた頃でもおなじみのこの両名ですか。さあまずはマドさんが体力大幅リード。さあ画面足なんとか逃げる距離を離して、さあ体育かな。さあこれで体力半分、一回距離を離れる、これがカウンター。体力どっと残り、さあまだワンチャン、残り時間がどんどん少なくなっていく状況。投げから
さあこれはさすがに、さあ時間逃げ切ってまずはマドクさんのワラキャー第3本取っていく。さあ続いて第2ラウンド、さあワンコイン出ていくのはキツネさんのね。さあ B 兄弟ギリギリのところでしたが勝ったのは団長さんの白根。それでは B 兄弟黒さんとザキさんの試合をやります。黒さんとザキさんの試合をやります。はい、それでは無理だ。じゃあごめんなさい、プレイヤーさん取りますので気をつけてくださいね。さあ第2ラウンド体力ゴム状況、さあここで回復しながら立ち回るが、さあここで立ち回り近づいていくラインを上げるキツネさんのレーン。さあこれカウンターもう1回だから通常ヒット。さあこれカウンターからきっちりつないで体力追いつく。さあ君がリアスパイ、さあ裏かな、さあキツネさんが取り返してこれで1-1 84対95。さあ現状お互いゴム状況、さあこれがとしていたがカウンターからワンコンつないでいくキツネさんのレーン、さらに画面足を押し込んでいく爆生崩した。さあが空中出すかな、一気にラインを上げる。いやさあカウンター受け身かじ探す。さあここでマドさんもワンコン入れていく、さらに画面足つらんで崩す。さあ一気にこれで体力残り2割弱崩した。さあこれめくっていく、これでわからない、お互いワンコン圏内固める。さあマドさんしのいでいきたいが最後は中断というわけで、まずウィナーズ勝ち上がっていったのはキツネスカネさんとやります。 B 兄弟でやりますので、ラウンド1ファイト。さあ A 兄弟 B 兄弟をとりあえず2台を使ってルーザーズブロックを進めていきたいと思います。今やってるのが、ここの12人のトーナメント表なんですが、ここの12人から最終的に2人に決まるまでは2台でやります。2人に決まってからは1台、こちら一番右下ですね、こちらのトーナメントになってから1台でやろうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、それまでは割と2台使ってガッツリガッツリ回していこうと思います。さあの2人の枠を決めるのに残るは8人、あと2回勝てば抜けです。さあ B 兄弟はまだあと1、もう1回勝たないと。じゃあ B 兄弟は大丈夫、じゃあ B 兄弟もそうですね。さて勝ったのは長原さんのリーズ。それでは A 兄弟、団長さんと、さあ B 兄弟ギリギリの状況ですね。さあ取り返して ACC、 さあ A 兄弟ゆうなぎさん対団長さん、こっちがゆうなぎさんあるけど連れてが団長さん白根。さあ投げて、
さて、決まって勝ったのは 2B 側というわけでありがとうございます。 A メガネさんの勝利。じゃあ B 形態、北条さんと黒さんの試合をやります。北条さんと黒さんの試合をやります。さあ体力どんな状況。さあまずは団長さんの白蓮。さあ続いてラインアウト、ラインを上げる10段下ある程度。さあ表が迫っていくところだったが壊した方で、さあこれがカウンター。さあ沖締め、さあここは暴れてバンコン返す。さあラインを上げる、様子見。さあ潰せ、さあこれでワンコン返して体力追いついていく。さあ置き締めセットプレー、画面し、しのいで手を離す、かけて、やばい、さあ殺せ、勝ったな。 2P 側団長さんの白蓮。騎士の何か、ラウンド1ファイト。さあというわけでこれが、ルーザーズ第2ブロックの抜け戦の1試合目ですね。抜け戦は2試合ございます。さあまずは抜け戦1試合目、メガネさんの V 招待、長原さんのリズ、さあ体力ヒールはザンピー側、メガネさんのミッション。さあしかしこれで長谷さんもワンコーさらに返して体力追いついていく。さあで B 筐体はワンピー側、クロさんのロア。さあそして A 筐体はメガネさんのブリション。それでは B 筐体設定戻します。少々お待ちください。さあそれで B 筐体の方も設定戻しましたので、 B 筐体もまあ影響、あとは大会の初中決勝大会の方は A 筐体1台のみを使ってまったりとやっていこうと思います。さあ11タイルキーはメガネさんブッション、さらにもうワンコンボ入れて最近体力半分、画面やで固める。さあ空中ヒットに対して KT で繋いでいく、体力残り2割弱、ラインを上げていく長谷さん。さあシールド使ってカウンター、2体の
回数5300弱。さあもう一回、さあこれがカウンター、これが残って、まだまだじゃん。さあラインを上げて、そしていったかったな。ツーピーゴー中原さんのリーズ。それでは、影響台の方ダンプロア、ラウンド1、クーラーズの中を上がってきた2人とも猛者たちです。激しいどう、踊りましょう。白レーンが空中で弾を出して、旬な読みの酒が当たらない。お互いの行動を先読みした牽制。最初に制したのは団長白レーン、奥攻めの下手はガード、2Bカウンターヒットするものを繋がらず、今度は黒ロアが取り返した。ゲージマックからの切り返し、サーキットパークの後の高速を利用して狩る。氷は暗い逃げ、白レンが要塞を置いて、グランド攻撃カウンターヒットから着地拾い直し、空中バレットからダメージを削り切って1本選手。ラウンド2、空中のお手玉を縦に様子見をしていたが、最初に制したのは黒。お飛びで逃げるとこを空投げして、岩田は最終7位が当たっちゃう。攻めの裏をガード、よく見ている。大きいダメージは取れないものの、小さく小さく削っていく。ここで寸大で逃げた後の密着からのコパン固め、リレーの雷はガードして、補正ギルガード、体力リードした黒の四隅の雷、どこかで回復したい団長の白レンダが、それから黒ロアが猛烈にラッシュをかけていく。初シーン1ヒット目が当たって取り返したのは黒。ラウンド3、ゲージ状況は男女白レーンが有利。開幕ダッシュ守備、2段中段が当たって、ヨリタクの表から駒投げ、ヨリタクの表ほとんど崩れてしまう。 EX リーチからお手玉を置いてからの2段中段、エクシフリーズ、もう一回お手玉下段だけ、ゲミガリになってしまう。勝ったのは団長白蓮、合格にしてあげる。フェード、ラウンド1、スタイルはここで熊浅のアルケードがフルアルクを選択。開幕は空対空でジャンプ B が3打ヒット、4000のダメージを持っていく。ロッシーに対してリバサーでカルスト、グナグで攻めてリバサーシールド、ファイルから勝利を裏、エリアルの攻めは見せるものの、リビタイカ使ってリバサーファイル、ロッは落としてしまうものの、ターンはクマーさんが握る。リビタイクしっかり長レディーズが上を見ている。現地状況は熊さんのが若干有利。立ち見カウンターヒットからコンボは繋がってないものの完走していく。立ち見カウンターヒット、先ほどと同じような展開ではあるが、追い込まれたのは熊アルクエド、上からかぶせていく。最後までシールドを警戒した遅らせコパン、枝坂取って勝ったのは中原リーズ。
そう、それでは、次の試合、団長さん。で、次の試合は、F 岡さんのフルリーズと、団長さんのクレセムシロレン。ファーストタッチは団長シロレン。コンボミスを、F 岡リーズがとがめてパイル。大きい攻めは下段。はい、ファイル起きてば下段。はい、はい、はい、激しい勢いで一本全集は F 岡。白蓮の氷を見てから EX ファイル余裕でした。裏回りの下段をガード。はい、ファイル起き攻めは決まった。コマ投げ DS フリーズからのクオリタク。裏が若干遅れたがガードしている。決まった勝利が当たらない。走って投げる。先制合戦に戻ってバクステを追いかけたリーズ。エリアルをシルカント追い込まれた。初期読みのバックステからの立ち見で勝ったのはエフオカリーゼ。スタイルは両方ともフルビーゼ。ファイルが空中負荷で当たる。まずターンを取ったのはエフオカ。そのまま勢いに乗ってファイルにはいけない。勝利が漏れたけどカウンターヒット。ガティソンのうやむやを取り返した中原。シールドを様子見したもののダメージは取れず、上に逃げたエフォーカー取って画面走り返してファイル。中段ガード、グラップ潰しのジャンプシー一本先制し、リビタイカー使って裏回りから最初の喧嘩でパンチしたのはやっぱりエコか。直しからの勝利。シールドしたのに出ない。投げよくかコパンが立ってアークドライブ。体力を取り返していって投げて熱波ジャンプシーが完璧としたものをサービスパークで切り返して前出す裏回りファイル。下段をガード、シールド。コンボはミスるものの体力は僅差。いえ、あゆきコンボのお互い使える。ファイルが当たって取り返した中原。ダウンの3ものすごい喧嘩です。ファイル、ファイル、下段。はい、ファイルからゆっくり固めて投げ、様子見のジャンプも咎められなかったもののシールド。ファイル、中段。アークドライブ、残り HP わずか。シールド、勝ったのは中原フルリーズ。シールドがよく光っていました。ここでマドンズ・アラキアはフルスタイルを選択。中原は変わらずフルリーズ。鬼火を出して先制していく。開幕立ち B から入る。大きいダメージを取っていく。コパンの遅いワラキアはコスメられるとつらい。逃げにくい。なんとか上に逃げて崩されたくないから後ろに下がろうとする。あゆちゆっくり固めたけど立ちで当たってしまう。うなげからコスメはファイルが立ち B で割られる。エンパイルは刺さらない。
スカチケだ。殺意の波を。アンブルからの腕まくじ蹴りが取れた。搭載合戦もお互い休み。ここでワラキアが体力を回復する。リーズ裏回り、画面端を取る。上りジャンプ。ハチビータイク。ダンディダンディから投げ。しっかりダメージを取って、中原リーズ1本選手。ラウンド2ファイト。中原リーズがゲージ状況とも有利。ハチビーでファーストヒット。ダンディ先端で少しずつ倒していく。ハンデヒット。攻めは中段、これは見えない。次の攻めは柴田昇龍、相打ち惑星引っかかって立ち火、カウンターヒット。ダンディーからのっていく。油断したよ。ずれていささかあったな。体力が残り1割切る。歩いて中段、ここに来て低空中段取り返した。お互いフルセットまでもつれ込んでいる。それではお互い決定打のないままの削り合い、体力差はそんなにない。ここでジェシーカウンターヒット、アキスパークでゲージをする。ハチビーで空中の着地を勝ってゲッパンジで締めて勝利は裏。速い首から投げ、首から昇竜。なかなかここですか。ケナが刺さって勝ったのはマボ・ワラキア。人乗りのフルスタイル。巨源の夜を。ラウンド1ファイト。鏡を置いて鏡が当たる。7や奥も上から溶けていく。ハチビーが当たって削っていく。鏡が引っかかって体力半分奪っていく。ラピーカーテキストから攻め継続をバックスで避ける。真ん中に鏡が置いてある状況。ラピーカーテキストするも重なり、ラピーカーテキスト投げから受け身狩り。エクスカットからアークドライブ。攻めはネロで逆にセレンが投げた。ここで IS 体力回復。解放が使ってエリアルを決めてダウンをしっかり決めて 4B で受け身狩り。まず1本選手キツネ。ダウンの2ゲージ状況はお互いない状態。ファーストタッチはキツネ。ファンブルと玉が有事。ファンブルの方が若干ダメージが低いが鏡が1枚2枚3枚目は当てない。戻りたまえ。攻めくえ族のプレッシャーに置いていく。うなげ拾い直すコーンは受け身を取られる。ヤミカウンドヒット。ラスタで繋いでなるほど、急投げ。イケメガリーのシールドカウンター搭載。キビで搭載して、それでは無理だ。追い上げを見せるマドッチ・ワラキア。ラブビーの搭載ヒット。鏡でじわじわのラインを上げさせない。ここでワラキア解放。タッチファンブルが当たって油断したところにファンブルからの一本取り返したマドワラキア。タッチモレが当たってそこからエージ回収と運びを兼ねたコンボが入る。ジャミー1ヒットも繋がらない。カバーで打ち、タッチアウト、卵を拾えない。追いかけ落とされの目の前にキビが刺さってマンジダウンからバタコチ相打ち投げて鏡が当たり拾い直して5000大きい。
見えたいか、川崎さん見えた。お互い空中でもつれ合っている。大砲が当たった。あっためて型にマンベルからのアクロライブ。置き攻めの選択肢は下段。まず勝ったのはバードワラケア。だぜ開幕といこう。ラウンド1ファイト。パスダッシュはキツネレンのゴミ。わずかに HP を削る。ジャンプ B カウンターヒット。それを見逃さず拾って空中投げ。1球目は取らない。コパンを刻んでカウンターヒット。ダウンオイスからすぐ目が出す場合、ジャンビーが繋がらなかったものの、このつなぎがダメージ減となって満足決めて、ダウン落ちから投げ、レプリカントから投げて1本選手。ワラキアワラキアに乗って逃げる。ファーストタッチはまだワラキア、ギリギリ拾ってダメージを取る。選んだコガード裏手コパンで相手の拒否をするシグ。ダウンスビーが空中で引っかかったのをちゃんと拾い直す。ダウン落ちから上りダムに失敗。ここでキツネレンが回復したものの投げられて下段タグ。マンジ締めて残り1球わずか。最後のアークドライブは当たってくれなくてんでした。勝ったのはマドワラキア、優勝はマドワラキアです。皆さん拍手お願いします。拍手。失礼、君には手荒すぎたようだ。